ちょっと待って、くださいわかった。じゃあお母さん、あのすずの大学のお金ずっと払わんと。ええねんな、わざとしてない。お母さん、なんで喧嘩してん、なんで喧嘩してんの。はいはい、まず起きてから、起きてから最近みんな聞いて、起きてからね、まず外に出てるゴミは知ってたので、お兄ちゃん外のゴミ捨ててって言って、くくってるからもう捨ててって言って、はい、くくって俺出すから、いや僕が出す、いいよって言って、お兄ちゃんはそっちの、ちっちゃい芝居別どうでもええねん、こからしないと僕はかすゴミ袋あとしてる、灰は湧くわ、ゴキブリ湧くわ、すごいことなんねやんか、家汚いからどっちにしても湧くな、そういうの今言ってるんちゃう、入ってくるな人に任せるっていうことは、ゴミ出しなんでいちいちオッケー出さなあかんの、ごめんなさいでいいやんごめんなさいいいよね。でキャプテンがもう全部見ます、でそれは監督には、監督は練習に来ないですか、そりゃそれは聞きません、だいだいだい、まあまあ大したですね、人に任せてる人にそれはいたら出た、自分がやってないねんから文句言ったらわからん、わからんけど、そりゃそうっちゃそうやけど、けどゴミを捨ててね、朝起きてね、まず起きてねっていう時点でお願いやから、ゴミやから起きて、起きへんねんもん、起きないんです、それでまた起きる、あんちゃんなんか起きないんです、もっと分かってないから怒られてんねん、アラームで起きられへんかって怒られたら、まだ僕たちがその怒られる、その10時半に起きて何したん、目パーン起きて何したん、ツイッター見てました、野鳥観察ミスしてごめんなさいでいいよじゃなくて、高校卒業する前からゴミだけは出してね、作ってね、洗濯してね、何々してね、何々片付けしてね、何々してね、ここも全部やってねとか何も言ってないやん、今ゴミほかしてねっていう話してんやん、あそこ通られへん、通れないからゴミ出してねって言ってね、知ってる、下が片付けばお母さんも協力してやってる、下が片付ければじゃなくて、それぐらい役割分担であってもよくない、いや分かってる、それぐらい役割分担小学生でもやるで、分かってる、あ、まあ、ここはお兄ちゃんのせいにしときましょう、そういうことでもないけど、これは連帯責任ヤリラフィオール、お母さんも悪いし、みんなも悪いから、それはみんなのせいになるやん、あ、そう、みんなのせいやねんな、一つ頼んだことが完璧になるもん、人は完璧ではありません、踊るなよ、ここは間取ってお兄ちゃんのせいにしようや、そういう問題じゃなくてな、起きて朝起きます、いや起きられへんやったら夜中にゲームすんな、ここ間取ってお兄ちゃんせんしょって、じゃあゲーム機潰してんねんな、お兄ちゃん、じゃあお兄ちゃんのゲーム潰すとこだけ動画撮らせてください、じゃあいいよ、夜の8時プレス5やめてね、知らないよ、お兄ちゃんのやろ、ええやん、捨てたらええやん、お兄ちゃんのじゃないよ別に、知らんよそんな、5があれば、5があればさ、これけど入院しろやほんなら、12時に寝ました、ガンも寝れてないから言われへんって、ここはお兄ちゃんのせいにしとこ、どっちも寝れてないやん、どうせ正解、どっちも寝てないんよ、ねえ、ファイト、え、別に俺ファイトするんだって言うの、お兄ちゃんのせいやろ、お兄ちゃんのせいやお兄ちゃんのせいやんやろしますなあ、お兄ちゃんのせいでええねんな、なあな、手はなってないねん、お母さんの言いたいことも分かる、すずの言いたいことも分かる、どんまいよ、お前もや、どんどんまい、一番悪いのお前な、ちょっと今日ありがとうとか言ってくれたら、次もうって最後どうせ3人もおって、最後最低限会社行く前にゴミほかしていくねん、旦那でもどんなクソ旦那でもやっていくねん、それぐらいは最低限やろがよ、それだけぐらい任せてもよくないか、はい、夜学校行くときは日本語、学校行くときはお兄ちゃんなんなん、その叱って、なんで、もうあかんわ、ごめんなさいでした、ごめんなさい、あ、最近ずっとお兄ちゃんなんか知らんけど真面目に出してくれんやんか、ここがさ空いてることは山ほどあってさ、寒ってなるけどさ、それでもゴミは出してくれてるもん、ちゃんと。オッケー、今日夜ゲームしません、明日別にゴミないのに、あ、じゃあしまーす、はい、僕の脳に言ってくださいお前に言って伝わってるじゃん、じゃあ、からピン入ってんやで、で、右脳左脳な動いてるんや、止まってるやんけよってなるやん、
お母さん、待って。どうせ、起きられへんこいつも。なんか、この言葉聞くねん。真剣ゼミならできる。ほら。ほんまに頑張ります。出てください。おー、次男。お前もや。どうさん、けど、真剣ゼミなら僕ほら水槽ってください本当にさ、こうしてあげよう、こうやってあげようっていうさ、精神がなさすぎるのよ。本当にあげてます。あげてますじゃんじゃないね。差し上げてますよ。させていただいてます。新しいサービスがあるごめんなさい。来てよ、犠牲発したら。ゴミ捨てろって言ってるだけやろうがよ。はい、イエスマン。いいしーや。ほら、おみこですか。わかりました。ここ見せちゃうねん。あんたら分けんの3種類だけやんかよ。今さ、それしちゃうねん。多分な、みんな任せて任せてやんがこうなってると思う。何任せて任せてってや。そんな大きなプロジェクトちゃうやろがよ。ゴミほかしに行くだけがよ。そうです、ゴミほかしてね。以上、走りに行ってまいります。それでお母さん、ちょ、待って、聞く側にもなって。あの、途中でな、言った言葉、はぁ、って言われたら、その、聞く能力が下がります。聞く能力が下がります。いや、これ好きやろし。ランニングしてまいります。僕たちも今、家に引きこもってばっかりで、外に出たいって言ってましたから、主婦があるので。何がある？主婦。主婦？主婦。主婦。主婦がん。不習。不習。不習。習慣。習慣です。ゴミはどうすんの？食べます。食べます。食べます。お兄ちゃん持ってきて。食べるらしい。僕は食べました。僕はいい。お前がそこまで言うなら食べようや。あんたな、面白いと思って言ってる。お母さん真面目に話してんの？食べんの？はい。下奥だよ、汚いな。それもさ、畳んで入れたらさ、ちっちゃくならない？何回も言ってるけど、畳め。だから腕から畳む。だからもうお腹痛なんねやろ、どうせ。それでもな。それでもないね。あんた面白いと思って言ってる？え、本気。畳め。畳めじゃないの、その畳めじゃないって何？畳んでっていう、その優しい言葉があるやん、言い方。違います。違う。何回も言ってるんです。お前他人事みたいになったけど、お前も喧嘩ってんからな。おう、同じくやねんぞ、お前。今日ゲームしないんでゆっくり寝させてください。じゃあ、そう、ゲームじゃない。ゲームじゃない。ゲームするかしらんかじゃない。朝起きるか起きひんかなんでしょう。お前はどうせ起きれません。はい、何度も終了でございます。押してきます。いや、あれ、いけるの？待ってないです。鈴が走るって。あのさ、運動って悪いことなの？いや、悪くはないよ。遊びに行くんちゃうね、今から。遊びに行くちゃうね。はい、よ。なんかそろそろやろ。何もしてないから怒られてんねん、わかる？黒で、髪の毛黒で、江戸の首に残してる。誰かちょんまげや。聞いてる？聞いてる。スーザン大丈夫？よくない。それがスーザンが分からへん。ちょっとどれがスーザンが分からんわ。待てよ、今撮るからな。ここに物置かないでねって何回もお願いしてるやん。違う、今。違うもう。おー、死ね。誰ここかけてる？お前らや。触ってんのまだ。腕が、はい、自分が服置くからやろ。痛い。
痛い。待って。もういやもう心配ないん大丈夫って。ついに何がある？何がある？何もない。なんかあるっしょ。